全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2018は2018年11月9日から11月25日まで北海道、岐阜県、島根県及び千葉県で行われた42回目の全国地域サッカーチャンピオンズリーグである2018年6月8日に全国社会人サッカー連盟から大会要項が発表された本大会は 大きなレギュレーション変更が複数あった。最大の変更点は本大会への参加資格において、地域リーグでの成績と、日本フットボールリーグへの入会の意思が強く、反映されることになったことである。具体的には9つの地域リーグの代表それぞれ1、チーム以外の出場枠について、地域リーグ2、3位チームの中から、全国社会人、 サッカー選手権大会のベスト4以上で JFL へ入会を希望する最大3チームに与えられることになり JFL 参入を希望しないクラブもしくは地域リーグ2部や都道府県リーグからのいわゆる飛び級参戦が不可能になったまたいわゆる臨ン,ン枠についても JFL へ入会を希望することが要件とされたまた一試合あたり交代できる選手の数が 最大5名に変更されたほか、決勝ラウンドもこれまでの連続3日間から中1日の休息日が設けられ、水、金、日の5日間の開催となる。決勝ラウンドの日程変更については、FC 今治オーナーの岡田武士の提案によって実現したものである。ただし、一時ラウンドは前回に続いて、引き続き、金、土、日の3日間連続の開催となり、それに、 決勝ラウンドも休息日が設けられたとはいえ、一時、ラウンド、決勝ラウンドとも一週間で戦うことも変わりない、ため、過酷な日程であることには変わりない。また、前回大会まで続いた90分で引き分けの場合の PK 戦による完全決着方式をやめ、両チームが勝ち点1を得る方式に変更された。なお、当初は一時ラウンド B グループは愛知県で、 C グループは、岡山県で開催する計画とされていた。十勝弘前土地に裕福やさま鈴鹿刈谷大京都、加古川松江コーチ UJFC 宮崎2018年の全国地域、サッカーチャンピオンズリーグ参加クラブの所在地2018年度、各地域リーグ優勝チーム第54回全国社会人、サッカー選手権大会出場チームより、 最大3チーム1及び2の条件で12チームに満たない場合は、各地域リーグで2位となった J リーグ100年構想クラブを補充する。1から3の条件で12チームに満たない場合は、地域リーグ2チームの中で JFL へ入会を希望するチームを、2010年6月末の全国社会人サッカー連盟加盟登録チームの多い順番で、巡回し輪番により補充する。 組み合わせ抽選会は10月27日に行われた。A グループ FC、カリア V 北海道トカチスカイアースブランデュー、広崎 FCV コーチユナイテッド SCFC、カリア V ブランデュー、広崎 FC 北海道トカチ、スカイアース V コーチユナイテッド SCFC、カリア V コーチユナイテッド SC 北海道トカチ、スカイアース V ブランデュー、 弘前 FCB グループワルティスタ浅間 V バンディオンセ、加古川鈴鹿アンリミテッド FC、VJFC 宮崎アルティスタ、浅間 V 鈴鹿アンリミテッド FC バンディオンセ、加古川 VJFC 宮崎アルティスタ、浅間 VJFC 宮崎バンディオンセ、加古川 V 鈴鹿アンリミテッド FCCE グループ、松江市 TFCV 横講安、やす、京都 AC、栃木ウーバー FCV サウルコス福井松江市 TFC、 ブイトチギウーバー FC おこしやす。京都 ACV サウルコス福井松江市ィ f c v サウルコス福井おこし。やす京都 ACV とちぎウーバー FC 各グループ2位。FC。カリア V 松江市ィ f c 鈴鹿アンリミテッド FC。VJFC 宮崎 FC。カリア V 鈴鹿アンリミテッド FC 松江市ィ f c VJFC 宮崎 FC。カリア VJFC 宮崎松江市ィ f c Vsuzka u n l i m FC 上位にチームは12月6日に行われた JFL 理事会において JFL への入会が承認された。ありがとうございます。